ギガ連射。はい、ということでね、今回やっていくのはこちら、クターのフルフルアイスクリームてんこ盛り。長いですね、タイトルが。クターのゲームの中ではかなり長い方じゃないでしょうか。暑い時期はアイスクリームと思われがちだが、逆に冬の方がコンビニとかでアイスが出るということもあるらしいよ。うん。なんかね、部屋の中が暑いから逆にアイスが食べたくなったりするとか、そういうことがあるらしい。ということでね、まぁ、ちょっとね、季節的には寒い季節ではありますけれども、アイスの動画を上げていこうかなと。一応季節に合わせてね、クタのゲームを上げてきたつもりなんですけど、まあ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 、気にせずに。これなんか帽子かぶってますね。31とかを意識してるんでしょうか。まずはあらすじから読んでいくか。はい。ほい。洗っているのか、泣いているのか、さっぱりわからないか。暑いからアイスクリーム、暑いって言っちゃってる。暑いからアイスクリーム屋さんでバイト中の驚異の無表情キャラクター。暑いからどんどんお客がやってくる。いろんな種類のアイスを注文してくるので、どんどん乗せよう。上から降ってくるアイスをカップに乗せよう。注文のアイスが順番通りに揃うとお客に自動的に手渡すよと。両手が注文通りでないアイスで塞がってしまうとゲームオーバーだ。なかなかこれは難しいかもしれんぞ。クターをクリックすると右手と左手を入れ替えるらしい。何個アイスをスルーしてもセーフ。アイスを渡すごとに両手のアイスがリセットされるよと。それでは説明は書いております。ほー。単位がコーンですね。あんまりまだプレイヤーはそんなにしてないかな。ひなのなのっていう人が、フレンドになりました。クター、ちょっとあるんですよ。そんななんか。フレンド機能みたいな。プレイヤーをこうタップしてフレンドになる機能あるんですけどね。ただ、最近のやつ見ると、なんか、月末にほぼライブジュピターっていうやつが、ね、1位になってるのとか見かけて、俺ライブジュピターにフレンド申請しといた。フレンドっていう、クターのフレンドっていう概念何なのって思うけどね。何の恩恵も得られないよ。あの人もプレイしてるな。あのゲームで高得点叩き出したんだなっていうのがちょっとわかる。それだけ。メッセージ送れたりしません。出会い系のゲームじゃない。そこが良いよね。これスルーしていいんか。入らないんだが。はぁ、ほいで。一個取っときゃいいかな、とりあえず。あ、お、あ、お、あ、あ、これ捨てちゃダメなの。これさ、間違ってんの、あ、ははー、なるほどね。なるほど、なるほど。楽しいな。楽しいな、これ。あー、なんとなく乗せちゃった。なんとなく乗せるのをやめないと。なんとなく乗せる。ははは。なんとなく乗せちゃうんだが。ファーストトライでどこまでいけるか伸ばしたいね、得点をね。まあ、そんなに難しい感じじゃないわ。難しい感じじゃないし、何回もトライするもんでもない気がする。てってらってって、てっ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 て。これ結構上位いけるんじゃないか。何が難しいところがあるんだろうかと今のところ思ってるよね。難しいところあるっていう状態になってます。サンキュー。イエス。こういう頭を使うゲームと言えるんかどうかわからんけど。片手でよくね。それ、そしてなんなら片手でよくない?イエー。余裕ですよ。あら?これは簡単ではないか。簡単ではないですかね。別に何個落としてもいいわけだからね。イエー。いやいやいや、全然楽。全然楽勝よ。楽勝よ。31のアイスって、まあ、あんまり食べないよね。賞味あんまり食べないよね。まあ一番多分高いからだと思う。余裕ですわ。でも31のアイスが嫌いなわけじゃないんだ。あんまり食べないだけでね。そういうところある。難しいかこれ。まだ全然難しさの片鱗が見られてない。あ、なんか抜けになっちゃった。これは OK。ああ、なかなかだな。
テテテレテ。アイスって、こうやって上に乗っけていくけど、なんかね、食べにくいよな。どちらかというとアイスよりもジェラートの方が好きだ。なんかね、乳製品がやっぱあんま得意じゃないかもしれんな。と、最近思ってます。ジェラートというか、ね、あの、フルーツ系のやつがいいよね。ジュース系。おっとっと。よし。ちゃんとかわす。やばい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 。難しい難しい。おー、今、なかなかプレイング良かったんじゃない？てれねれね。これはかわせないんだが。ブーって言われたけど合ってるじゃん。冷静じゃない？結構冷静ではない？ちょっと待って、危な。危な、今マウスがね、マウスが画面外に行って。あぶねえ。またマウスが画面外に。危ない危ない。よし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 89か。まあ、よう頑張ったな。うん。初見で89出して4位にもまあまあだと思う。あもうちょっとじゃ。あともう一粘りすればここまでいけたな。まあでも、もう一回見たい？今の。もう一回見たい？見たくないよね。もう一回俺はこれをやるところ見たくないよね。うん、あともうあそこ成功さえしとけば多分2位にはなれたんだと思うんだが、うん、見たいかっていうとね、そのプレイ見たいかっていうとちょっと微妙だな。ここまでにしとくか。初見プレイ1回だけプレイでここまで行きました。はい。まあまあこれはあの時間のある時にやるにはちょうどいいかな、うん、あんまりミスらないしね。ミスしないと思うわ。うん、まあいい感じのゲームでした。クターのフルフルアイスクリームてんこ盛りでした。ほんなまた。